めっちゃ便利で美味しいね。まだやってないじゃん。
80度ぐらいあります。熱々の状態です。ただドロドロなので扱いやすい硬さまでですね、よく冷ましてから真ん中の温かいテーブルに移動して部屋に、ね、作っていきます。今日はこの薄いオレンジ色が、果肉の部分になります。今日はフルーツのある輪切りの絵柄を作っていきます。ぜひ考えながら見ていってください。切って貼って切って貼って。
出てくるやつ。スーパーエリア。
かりみかん。
中に入ってさ、食べたいよ。いや、なんか。怖いよね、これ。これも怖い。
Thank you.
ちやば。父ちゃんやばくない？あんたすごい。はい。あ、これ入れる。できたんじゃないの？